3月12日金曜日朝10時でございます。平山茂です。おはようございます。すいません、まだ家に着いてません。昨日のですね、午後3時ぐらいに福島を出たんですが、途中東京で寄り道したり、朝方途中のサービスエリアで仮眠したり、なんやかんやで10時まだ家に着いておりません。現在ここは愛知県でございます。愛知県には入ってるんです。もう大丈夫、大丈夫です、大丈夫。隣には JRA のバス、大新ボルガードと書いてあります。現役の馬かどうかは分かりませんが、今 JRA のバスを追い越しました。もう大丈夫、大丈夫ですよ。さあ3月12日、また今日から一日大切に大切に自分のこれから生き方をしっかり見つめて、ブレてもいい、ブレてもいい、遠回りしてもいい、後ろを振り返ってもいい、後ずさりしてもいい、何でもいい、ただ毎日毎日呼吸をすることを忘れないようにしましょう。ということで、今日もお仕事の方ももちろん働いていると思いますが、引き続き頑張っていきましょう。大丈夫ですからね、大丈夫ですよ。ということで、また明日お会いしましょうね。では朝言うのもおかしいですが、これから寝るという方はおやすみなさい。ではまた明日。